前回までのあらすじ。太郎はトイレに来と甲州の観光地へ。そこで太郎は神から授けられたコミュ力で友達100人ゲット。このままだと世界中の人たちが太郎のものに。どうなる太郎、負けるなセルジオ・タッキーニ。ということで、ジーパイ買いましたということで、ジーパイ食べていきたいと思いっぱい。いきます。ジーパイ、ジーパイ、おっ、あ、間違えた。ということで、いただきます。あー、ヤギに電流走る。うますぎて感動しちゃった。これうまいね。サクサク、サクサクしてる。見て。こんな感じで、あえーということで、行くぞーということでね。見てこれとか、この景色えぐくないこれ。で、今からなんかこちらのね、海あるじゃん。湖。もう綺麗な湖あるじゃん。ここで、ここのね、あそこに船あるんだけど、あの船に今から乗るということでね。じゃあ、レッツゴーということで行きましょう。ということで、こちらの船に今から入っていきたいと思います。では、小林社長、行ってきます。行ってきます。行ってきます。ということで、行きましょう。行ってきます。やばくない？ここ、ここ、ここ、行ってきます。お、ここ、ここ、ここ、やかましい。見て、これ。フック、フック。エロ。フック。おい、おい、エロくねえよ。おい、行っちゃうよ、ということで。あ、じゃあ皆さん、今回は楽しんでいきましょうということでね。では。行きましょう。ちょ、顔つけよお前。皆さんおいくつなんですか？よろしくお願いしますということで、お手柔らかに。では行きましょう。友達2人に囲まれて、見る川っていうか池は本当に最高だなということで、これとか映して。海じゃない？あ、海じゃね。うるせえ。まあ友達とね、2人に囲まれて見るの本当最高なんですよ。ありがとうね、今日は本当に。ということで、楽しんでいきましょう。一応お前らカスどもにこの湖の景色を見せてやるよ。どうだ？綺麗すぎて画面レロンレロンに舐めてるんだろう。キモいから普通にやめてほしいのだよ。まあ、こんな感じで他の船もいました。綺麗だね。あはははははは、私はこれ以上綺麗な湖見たことありません。まあ湖人生で初めて見たけど。あはははは。ソーリー、ピクチャーオーケー？ピクチャー、あ、ウォー、ウォー、ああ、ピクチャーオーケー？オーケー？はい、先生。オーケー？ピクチャー。オーケー？はい、先生。はい、友達と撮れました。先生。はい。です。はい、ということで、私、甲州太郎は今ね、船から降りて、今からどっか行くらしいんですけど、まあどこに行くかわかんないんですけど、まあついていこうと思います。ではみんな楽しんでいくぞ。行くぞ。こんな感じで、美しいねということでね、まあ、こんな感じで、おー、入っちゃうよということで。これとかさ、やばくない？アウディとかさ。で、これはこれ何？これなんだこの車。これようわからん車。スズキとかないの？スズキ、ダイハツはもう一つもないやん。お、なんだ、どうしたどうした。まあ、こんな感じでね、まあ、桜があったりね。桜今咲けやかな。あ、こんな感じで、すごい綺麗な景色ですということで。あ、はい、現場からは以上です。グー。はい、ということで、このようにすごい綺麗な建物があったり、このように俺の友達全員俺の友達。にほう。何をすんのって感じなんだけど、ちょっと僕よくわかんないんだけど、あ、まあとりあえず入っていきましょうということでね。こんな感じで、お花畑があったり、おおお、
ということで、こんな感じで、こんな感じのね、公園があったりと。これ、マリファナじゃないよね。そう、待て、もうこれ。ということで、来い、来い。こんな感じでね、緑がいっぱい。いや、すごい。ビューティフォー。ん？ビューティフォー。ん？ちょ、待って、マジ綺麗なんだけど。エースとガープ並みに綺麗。はい、タラーンってことで、今日の夜ご飯の場所ですってことで、では行きましょう。ニーホよし、ってことでどうしたこいつは本当に俺こっち客やぞってことで、また食べていきましょう。今日の夜ご飯はなんと、あの甲州で大人気の飲食店スーリーファンなのだよ。今日はいつもティッシュが食べてない君たちに中華料理を紹介してやる。飯テロすぎてスマホの画面が唾液まみれになるんじゃないか。切ったね。とりあえず席に着いたらトンポーローが来たのだよ。見てよ、そんなに美味しそうじゃないのだよ。ではいただきます。油多すぎてあまり好みじゃないのだよ。次は野菜なのだよ。はあ、野菜食べれて偉いですね。お前ら本当し、そういう奴らが大嫌いなんだよ。野菜は美味しいから食べるんだよ。お前らカスで貧乏。おっと失礼、取り乱してしまったのだよ。君たちみたいなバカを見るとついついイライラしちゃうんだ。総理、とりあえずいただきます。うん、うまい。最後にこの生きてるエビを食べていく。とても美味しそうだ。いただきます。うますぎて絶頂したのだよ。他にも美味しいものがたくさんありました。みんなもぜひ来てね。バイ。はい、ということで、今ご飯食べ終わったんですけど、あっちでなんか噴水の花火やってるらしいんで、今から噴水の花火行きたいと思います。ということで行きましょう。その前にこれホテルの近くの景色なんだけど、すっごいマジで木、あ、すごい、あれとかやばいやばい、あれやばくない、あれやばくない。ちょっと待って、噴水の花火やってんだけど、どこでやってんのこれ、あれかな、あれ、ちょ待って、やってんじゃん、やってんじゃん、やってんじゃん。おお、オーマイガー、やばい、おー綺麗、あー綺麗、あーオーマイガー、あ、オーマイガー。終わった？カモー！ということで、終わったらしいんで、今からとりあえずどっか行きましょうということでね、行きます。はい、ということで、みんなダンスしてるんですけど、僕も混ぜて。今夜は君と二人でここでデートしよう。さあ、おいで。ここに座りな。あ、来いよ、さあ。ちょっと座れば、あ、綺麗だね。いやー、本当に綺麗。でも君のお尻の方がセクシーということで。こんな感じですね。すごい。おいおいおい、小林太郎が通るから道開けろということで、おいおいおい、くぞいくぞいくぞということで、あーすごい、マジ綺麗だね。でもみんなの方が綺麗だよということで、ほんとすごい綺麗、あー綺麗、壊れちゃうよということで、行きましょう。はい、ってことでね、昨日来たところにまた来ましたということで、今日はね、こちらで買い物していこうと、ということで、よいしょ。この日私は何も買い物できませんでした。床にへばりついておねだりしたのですが、ダメでした。僕の負けです。まあ、でも今度お母さんが寝てる時に財布を盗むので僕の勝ちです。はい、ということでね、私小林太郎、ちょっとマクドナルドでお買い物して、今からね、マクドナルドでレッツイーティングということで、今から行きましょうということでね、実はね、もう注文は終わってるんですけど、こんな感じでね、紹介していこうと思いますけど、こんな感じで注文するんですよ、こうして、で、こんな感じでね、多く注文しちゃうよということで、こ
こんな感じで、注文してるよって感じで、はい、こんな感じですということで、あとは待っていきましょう。はい、はい、ということで、私、小林太郎、こちらで、今からマクドナルド、注文したマクドナルド食べていくんだけど、ちょっとなんか暗くない？暗くない？大丈夫？チコーン！じゃあ、食べていきましょう。ということでね、こんな感じです。はい、ということで、じゃあ、チキン、まず食べていこうと思うんですけど、じゃあ、いただきます。あ、うまい。次にこちら、これは君のハンバーガーか、ね、これ僕のハンバーガーということで、こんな感じです。見て、あ、美味しそうだねということで、ではいただきます。あ、あ、これ美味しい。ということで、中国のハンバーガーのマクドナルドの紹介でしたということで、また明日。ナイ。おーい、おいで。はい、ということでね、こんな感じで、中国は自分の自転車じゃなくてレンタル自転車が多いということでね。イエーイ。登録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 。